Wow. And they do a lot of chores. They take, emergency goods to a place that's gotten struck by disaster. They rescue people. So they're really, really heroes. そうなんです。遭難者があった場合はこのように、助けに行くんです。まあ、これがヘリコプターでは行けないような場所にもこの US2 であれば到達できるということになるんですね。さあ、この後離水してくれるのか。まあしかし、まさに飛行艇ですよね。飛んでいたこの US2 が100キロまで減速して乗用車と同じような速度で今皆さんの目の前で着水のパフォーマンスを見せた。 It was so slow, didn't it? Man, 大丈夫か。 It was only そんなテストで大丈夫か。 About the speed of a car to land. そしてゆっくりとその姿を皆さんに見せてくれているということなんですが、この後離水もしますので見逃さないようにしてくださいよ。 US2海上自衛隊救難飛行艇 US2 東京湾初フライバイ&着水パフォーマンス。 And nice show for you guys out of the bay. First time ever on Tokyo Bay. So coming up next, we're going to do a little bit of the FMX show as well. And we'll go from Rebecca. さあ、テイクオフの瞬間ももう少しで見れるということですね。もうちょっと待ちましょうか。もうちょっと待ちましょうね。このね、救難飛行艇 US2 非常に興味を持ったという方はぜひ海上自衛隊のホームページをチェックしてください。いやー、離水しますよ、ご覧ください。この瞬間、たったの 120m でこう離れていきます。すごいぞこれ。低い場に、わー、離水した。わー、早い。Everybody give them a hand。 いやー、皆さん大きな拍手をお願いします。そして手を振ってください。海上自衛隊救難飛行艇 US2 東京湾初フライバイ初この着水とそして離水を見せていただきました。ありがとう US2。 US2 thank you very much. First ever show like this in Tokyo Bay. Man, we are honored. いやー、ね、最高だね。そして優雅にね飛び去っていきますよ。皆さん手を振ってくださいね。ありがとう US2。Alright, Red Bull Air Race Chiba 2019. We're gonna take a short break and we're gonna show some FMX action. そうですね、もうね、休んでる暇はないんですよ。ね、この後はフリースタイルモトクロスのショーケースが始まろうとしています。Alright, don't go away. We got lots more right here, Red Bull Air Race Chiba 2019.